今日はマンハッタンのダウンタウンにある人気エリア、ミートパッキングディストリクトのご紹介です。こちら、最寄り駅、14ストリートステーション周辺の様子です。この14ストリートと8アベニューの交差点から西へ、ワンブロック歩きますと、このミートパッキングディストリクトが出てきます。この14ストリートから北の部分は、チェルシーと呼ばれるエリアになっております。この辺りには多くのレストランやラウンジがありまして、昼も夜も人でにぎわっているエリアとなっております。こちらは有名なガンズボートホテルになります。このミートパッキングディストリクトの南の部分ですね、こちらは、ウエストビレッジというエリアになっております。アート関係のギャラリーも多くございまして、こちらのエリアでは、このようにストリートでアーティストが作品を売っております。こちらはブルックリンなどにもお店があるアイスクリーム屋さんです。奥に見えるのは最近ダウンタウンに移転してきたホイットニーミュージアム。こちらは最近人気の観光スポット、ハイラインの、一番南側の入り口部分になります。このミートパッキングディストリクト、名前の通り昔は多くの精肉工場があったエリアとなっておりましたが、現在では開発が進み、このように、大変おしゃれな人気エリアに様変わりしております。こちらも有名な高級ホテル、スタンダードホテル。この辺りには、こういったホテルが、多くありまして、最近はどちらかというと、観光客の方が多くいるエリアとなっております。
今日は、マンハッタンのダウンタウンにある、ミートパッキングディストリクトという人気のエリアのご紹介をさせていただきました。こちらの赤い線で囲まれたところが、こちらのエリアになっておりまして、この、上の部分ですね、こちらは、チェルシーという、人気エリアになっております。こちらに、有名なチェルシーマーケットがあります。このミートパッキングエリアの南の部分ですね、こちらは、グリニッジビレッジとなっております。今日はですね、動画こちらの駅ですね、8アベニュー ACEL ラインが走る8アベニューをスタートしまして、ここから西の方に歩いていきます。そしてこの9th アベニューのところで、こちら、南に降りていきまして、ここをぐるっと一周した形となっております。動画の中で出てきた、ホテルですね、こちらスタンダードホテル、こちらが、ホイットニーミュージアム、こちらは以前アッパーイーストに、ありましたが、最近こちらの、ダウンタウンの方に移転してきております。では